北見競馬場付近の空中写真、1977年撮影の2枚を合成作成。国土交通省国土画像情報をもとに、作成北見競馬場は、かつて北海道北見市にあった地方競馬の競馬場、旧北見競馬場は、現在の東陵公園周辺にあった。1948年には、開催初年度となる同栄競馬を北見で開催した記録があり、 平地競争用周回コースも確保され、1957年までは平地競争も行っていた。その後1974年7月に現在地へ移転した北見競馬場は当初より万栄競馬専用となっており、四種開催時で唯一平地競争を閉催できない競馬場だった。2006年度限りで北見市が万栄競馬開催から撤退したため、 2006年11月27日の開催をもって休止された後はバニエ競馬、北海道競馬の場外発売所として使用していたが、2009年7月4日より、新場外発売所、ミントスポット北見での場外発売を開始、北見競馬場での場外発売は2009年6月29日で終了した跡地の一部は、 下水汚泥の堆肥化施設として活用することが決まっているほか、北見工業大学のオホーツク地域、創生研究パーク、地域と歩む防災研究センターが開設されている。戦前の北見競馬場の歴史については、競馬の歴史北見競馬場参照戦前は、野付牛競馬場として、地方競馬を開催していたが、戦後地方競馬が公営競馬として復活すると、北見市は、 競馬場を改修、北見競馬場として、北海道が主催する、同栄競馬と北見市が主催する、市営競馬を開催した。当時の競馬場は、北見市東領町に所在していたが、1974年に現在地に移転した。同栄競馬は1948年から開催されたが、1965年に撤退した。当初は、 平地競争を開催していたが1951年から万栄競争も開始。平地競争は出走場不足により1956年に廃止された。市営競馬は1953年から開催されたが、1989年に道内で市営競馬を主催していた4市による一部事務、組合である北海道市営競馬組合が発足。4市に所在する。 競馬場で万栄競争を開催していたが、売り上げの減少による累積赤字増加のため2006年に損廃が議論され、結果帯広市が単独で万栄競馬の開催継続を決定。北見市を含む三市は競馬開催から撤退。これに伴い、北見競馬場、岩見沢競馬場、旭川競馬場での万栄競馬開催は休止され、組合も2007年3月で解散した。 市営も当初は、平地競争とバニエ競争を行っていたが、平地競争は1957年に廃止され、長らくバニエ競馬専用の競馬場として、親しまれてきた。ここではかつて行われていたバニエ競馬のコースについて、記述する。ありがとうございます。